行ったんですか？いや、行ってないんですよ。Now everybody knows about Texas. で、あとは、あ、もう出てた。さっきのナッシュビル、テネシーのところは、もう一個は、あそこは要するに奴隷文化だったんで、奴隷文化っていうことは、黒人、ナッシュテネシー。そうですね。で、あそこは、あそこは、渡り夢なんてわけですよ。渡り綿綿綿ね。だから、なんで黒人が必要かって言ったら、綿花の農業発展するのに、どれかい土地を自分の家族だけで賄えないわけですよ。一人で足りないんです。そのために黒人が必要だったわけです。で、でもその黒人を対等の人じゃなくて奴隷という扱いだったんで、まあ、いろんな、そう、歴史を、進めるんですけど、今言いたいことは、その辛い時に、辛い奴隷は、自由、平等じゃないんですけど、歌を歌う権利は、許可されてたんですよ。農場やね。で、それで、始まったのがブルーズなんです。あ、そうなの？ブルーズのルーツはあそこにあるんですよ。だからブルーズ聞くと、ちょっと哀愁みたいな。明るくないですよね。ね、で、それは、本当にその奴隷の音楽のとこから来てる。うん、じゃあ、ネクセテキサス。テキサスはでっかいんですよ。テキサス。カロライナ。ノースカロライナ。はたくなく似てます。なんか上下に分かれてこれ、そうそうそう。もうザ・南部。ザ・南部ですね。わかんないけど、ちょっと失礼。This. Texas was at one point even its own country, and in Texas, everything is bigger. Football or American football is basically a religion. Barbecue and barbecue sauce are each separate food groups. Cattle ranches are everywhere. And contrary to popular belief, most Texans don't really mind Mexicans or... Don't really mind. Don't really mind Mexican or Mexican culture. ここまで行くとね、もうね、レストラン行ってもスペイン語を通じるんですよ。つまり言い換えると、ルツボの国の中で、テキサスのあたりはもうメキシコ人がいっぱい南部から、てかメキシコから来てるわけですね。ここら辺で。で、それで、ルイジアナ、テキサス。あとニューメキシコ、それからアリゾナ。で、そうなってくると、カリフォルニア、メキシコ。あとは、違法で働いている人もたくさんいるんですけれども、そうなってくると、そこに住んでる人もたくさんいるわけですよね。で、その人たちは今度は英語を使わないでも生活できるような環境になってくるわけです。これは、カリフォルニアの一番下の街は何て言ったっけ？サンディエゴ。サンディエゴ。僕はサンディエゴ行ったことあるんだけど。ティアオナ行きました？うん、行かなかった。サンディエゴ。サンディエゴはね、レストラン行ったらね、スペイン語なんです。で、英語も通じるけど、メニューはスペイン語なんです。そうですね。でテキサスはテクスメックスっていうテキサススタイルのメキシコ料理。またはメキシコスタイルのテキサス料理っていうものが。これ日本人知らないけど、トランプがさ、はい、国境を越えてアメリカ入ってね、なんだかんだ言うけど、メキシコ人はこれは我が祖国だと思ってる。まあそもそもそうでしたからね。ね。で、アステカっていう文化とか。テキサスは、オーステンの確かに州都であるんですけど、ダラスカウボーイのダラスが。Or Mexican culture, as so many already live in their state that they've actually kind of developed this new Tex-Mex culture that. Fuses ってどういう意味？ぶつかってる。混ざる。混ざってる。Fuses both of them. Utah, based.ユータはね、これ北ですよ。そうか、そこ。いや、そこですよ、今矢印があるところ。緑。ユータ、ソルトレイクシリー。あ、じゃあ、あれじゃないですか、ロッキーマウンテン。まあ、ロッキーマウンテンもですけど、ここで、彼らも触れますけど、モルモン教の、要するに。モルモン教ここにあるの。だから、日本でいう、創価学会が品の町やりますよね。品の町を、一県にしたと思ってください。でかいんですよ。で、人口、彼によると州の半分の人口はもうその京都です。そうね、ベーシカリー。そう。で、言ってたっていうか、僕がこの、遅い夏休みの時に行ったところの、そう。で、
まあ、要するに、まあ、日本だって有名なのは、ケンド・ギルバートとか。国家、この出身なの。ねえ、出身っていうモルモン教ですよ。で、それで、ミッシュナリーとなって、宣教師となって、日本に来たのがきっかけなんです。大橋が来るとアメリカの文化って先進まないな。すいませんね。くし。いやいや、面白いです。うるさかったら言ってください。いや、かまんでしょ。知らないから。Basically, everybody kind of knows this place as being like America's Mormon state. Mormon state. Salt Lake City is like the headquarters of the Mormon Church, and over half of the entire state. The state population is registered. The population is registered.モルモン教ってお酒飲んじゃダメなんで、お酒飲んじゃダメにタバコ吸っちゃうのはカフェインがあるの、本来、ね。刺激物の辛いもんぐらいしかダメなんですよ。それで、イスラム教徒に近い。まあ、それで、でもって彼らはそのニューなんで、実はだからあとその、モルモン教って LDS って言うんですよね。ラッターデイ・セインツ。で、何 ラッターデイ・セインツ。だからまあ、イスラム教に近いような、要するに、まあ、なんだっけ、ユダヤ教をキリスト教、イスラム教ってできたわけです。だから、キリスト教の後半に出来上がったもんなんで、ラテデイ、後半。で、まあ、もしかしたらその辺がもしかその刺激物ダメっていうのが重なってるのかもしれないですけども、何を言いたいかっていうと、まあ、さっき、創価学会さんとみたいなところもあり、ただ、なんだっけ、奥さん、旦那の前で美しく、して、美しくするべきという習慣があるので、確か全米でこの州が一番、整形が盛んな、らしい。詳しいのもある。なので、刺激、自然、なんていうの、そういうふうな、麻薬とかお酒とかはダメなのに、整形はいいとかね。ちょっと、だからいろいろ矛盾してるとかあるんです。With them. Otherwise, they have great skiing. The Sundance Festival comes here. ほら、オリンピック、ウィンターオリンピック、ソルトレイクシティ。ああ。これです。The time, and they have great eroded rock formation. いろんな映画の映画があります。My favorite site in all of America, Monument Valley. Vermont is kind of... Vermont.これはどこ？東の方の、ジュニアはどこだっけ？これ？ジュニアなんだっけ？その辺だよな。このマリラの。あ、ごめん、上だ。失礼。あ、ここだ。バーモント。Kind of like New Hampshire. New Hampshire っていうのもすぐそこの近くにあるんですけど。New Hampshire。New Hampshire っていうのは、ここですね。Vermont。Kind of like New Hampshire's smaller twin brother that makes a lot more maple syrup. Maple syrup cream. Twin brother っていう双子の兄弟がやってるの？ねえ、だからNew Hampshire。さっきニューハンプシャーと似てるような、もうお隣同士だし。さっきのあれですね、カリフォルニアストラックがあって。メープルシロップったらやっぱりカナダ。That makes a lot more maple syrup. Otherwise... ああ、なるほどね。ベナンジェリーってアイスクリーム。おー。それの、ファッションチップ。The only other thing that they got going for them is Ben and Jerry's, like...で、今彼がいじってるのは、only thing that's going on. だから、つまり、メープルシロップの他に、ベンニンジェリーしか行かないよ。どうぞ。Otherwise, the only other thing that they got going for them is Ben and Jerry. It's like, seriously, if that... ベンニンジェリーが破産したら、もう、今週は。ミシガンってなる。で、ちなみにミシガンの時に、触れていなかったと思うんですけど、ミシガンの有名都市はデトロイトです。で、デトロイトって何が有名かって言ったら、車の産業なんですよ。で、ここの、彼は売れてなかったんですけれども、車産業が、あれ、廃れましたよね。で、破産宣告については彼言ったと思うんですけど。ネクスミシガンだから言ってるのね。そう。ネクスミシガン。The company goes bankrupt, they will become the next Michigan. エミネムもデトロイトですからね。何のデトロイト？エミネムって有名なラッパー、有名な歌手。ラッパー。アメリカの、はい。
バージニア。